これでギアーズロボットモードになります。変形のさせ方が全く違うっていう。これでシルバーボルトロボットモードになります。これでスタースクリームロボットモードになります。めちゃくちゃかっこいい。これでバギーになります。これでサンドストームロボットモードになります。すごいよ本当にこのトリプルチェンジャーは。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。トランスフォーマーレガシーユナイテッドよりサンドストーム、シルバーボルト、スタースクリーム、ギアーズです。それでは見ていきましょう。ということで、最近海外で発売されたトランスフォーマーたちです。で、これともう一個シャードっていう緑の岩石のあのヘリコプターから変形するトランスフォーマーがあるんですけど、あれはまだ届いてないので、届き次第ちょっとレビューしようと思います。ということで、皆さんね、最近ね、時間がねやっぱり限られてると思いますので、もう4体一気にレビューしちゃおうというねことで、やっていきます。はい、一番このサンドストームの箱が大きいですね。はい、トリプルチェンジャー、これ一番気になってます。ジェネレーションズのやつはね触ったことあるんですよね。シルバーボルトもめっちゃ嬉しいし、スタースクリームも嬉しいし、はい、あとギアーズね。はい、ということで早速開けていきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。ということで一つずつ見ていきましょう。まずはこちらギアーズからね、見ていきたいと思います。ギアーズのビークルモード、こんな感じになっております。ギアーズはね、とにかくもうまとまりが良すぎる。もうみっちりねこう収まってます。でこうやってコロコロさせて遊ぶことができるということで、はい、早速変形させていきましょう。まずはここですね、これ外して、でこの部分ね、はい、こう展開してあげるとこれが足になります。で、このようにしてタイヤをしまって腕を横に取り出す。はい、でこの空いたスペースにさっきの畳んだタイヤを収納してあげると胸になります。めちゃくちゃ気持ちいいんだよね、変形が。はい、で後ろ開いてタイヤを、はい、中に収納して、でこのタイヤのこのはめ込みのこの横のこの穴を利用してこの背中に、はい、装着すると。でこの武器をね持たせてあげれば、はい、これでギアーズロボットモードになります。素晴らしい。いやこれめちゃくちゃね、変形がこうシンプルなんですけれども本当に無駄がない変形をしていて、めちゃくちゃ触り心地がいいんですよね。はい、で可動もめちゃくちゃあるので、こうやってもうこうね、もういる各部動かして、はい、ポーズを取らせることができます。かっこいいよね。いやまさかギアーズがね初の完全新規で出るとは思いませんでしたね。ジェネレーションズの頃に確かスワープのリデコとして出たことはあったんですけれども、まあ完全新規っていうのは初なんじゃないかなと思います。いやめちゃくちゃ触り心地いいです。はい、じゃあ次こちらシルバーボルトね、見ていきましょう。いやシルバーボルト造形がもうすごい。ほらこういう羽毛みたいな、うん、感じのこの造形、そしてこのグラデーションの塗装とかね、この顔の造形めちゃくちゃかっこいいです。でここ、はい、口が開くようになっております。はい、でこの足とかね、この塗装もめちゃくちゃ綺麗です。はい、でこれ当時品ね一応持ってるので、はい、並べてみるとこんな感じになっております。はい、大きさはちょっと大きいですね。はい、で色がだいぶ暗くね変わってますね。うん、顔もめちゃくちゃかっこよくなってます。はい、ということで変形させていきましょう。まずはここの顔の、はい、ロック外してあげて、でここ面白いのがこれくるっと回転させます。この上の部分、これ面白いんですよね。はい、でこの前足だった部分を下に下ろしてあげて、はい、でこれで足になります。で上の部分ですね、ここをパカッと開いてあげて、でこの横にくっつけます。でもう一回くっつける。はい、こうなんか蛇腹みたいなね、変形ですね。でこの
足を後ろにやって腕を出すと、反対側もこのように横にくっつけてあげて、足を後ろにやって、はい、で腕を出します。はい、でここから頭出して、でここの隙間になんとこのビーストの時の顔がぴったりはまる。めちゃくちゃ気持ちいい。はい、でちょっと羽を畳んであげたりして、はい、で、最後にここ開けば、これでシルバーボルトロボットモードになります。いや、なんかこれもね、ダイナミックな変形ありつつ、なんかほんと当時とは全然違う変形になってるんですよ。ちょっと当時のやつも変形させますけれども、はい、全然違うんだよね当時のやつ。はい、この前足を下にこう下ろすと、でここでくっつける。はい、あ、ここにあれですね、この顔を入れて、でくっつける。はい、でここをこれでロックすると、はい、このビーストの頭の後ろにこれが隠れてたっていうね。はい、で足をね、はい、前足がこのロボットの時の足になるっていうのは一緒なんですよ。で後ろ足がこのロボットの、こうやって開いてあげて腕になるんですけれども、それも同じなんですよね。なんですけれども、変形のさせ方が全く違うっていう、ほら、このヒンジを利用して前に持ってきて、で腕を出す。はい、こっちも腕を出す。はい、ここを回転させる、翼の部分を回転させるっていう工程がないですよね。はい、で頭を出してあげれば、これでシルバーボルトロボットモードになります。はい、いや、これ面白いですよね。最高のリメイクじゃないかなと思います、このシルバーボルト、レガシーのね、シルバーボルトは。はい、で大きさも結構大きくなってますし、顔の造形とかもね、めちゃくちゃほら細かいんですよ。はい、こっちちっちゃいんですけれども、はい、でもういろいろ再現されていると、素晴らしいよ本当に。でここの部分ですね、はい、これを外すと武器になるので、こうやってね持たせることができます。はい、でこれもね、もう各所こうやってもういろいろ動くので、こうやってポーズを取らせてあげることができます。でこの羽もね、もちろんこうやって畳んでおくこともね、はい、できるという、はい、これも素晴らしい。はい、じゃあ次行きましょう。こちらギャラクシーフォースのスタースクリームですね。はい、めちゃくちゃ強いやつですね、スタースクリームの中でもはい、で、はい、ここ武器があります。でこの武器はちょっと一旦ここ外しますけど、こう外してあげて、でこっちの、はい、この部分ですね、こっち側にもこうやって取り付けるっていうことができます。はい、まあ、なので好きな方にね、はい、付けましょう。はい、いや、めちゃくちゃ造形がね細かいし、塗装もめちゃくちゃ綺麗で、はい、こんな感じになっております。じゃあこれも変形させていきましょう。まずはこの機種を開きます。はい、で下に下ろす、反対側も下に下ろす、でくるっと回転させて、で足をこのように、はい、ここ畳みます。つま先畳んで、これを後ろにやるとかかとになります。反対側もこうやってかかとになると、でここをカバーで、はい、埋めてあげて、で次ここ腕をここですね、この部分外して、はい、このように下に下ろします。反対側も下に下ろす、で回転させて中から拳を取り出す。反対側もここ開いて拳を取り出します。はい、でそしたらここですね、はい、尾翼のここをパカッと開いて、で下にくるっと下ろす。はい、でこれをカチッと、はい、固定してあげて、でここパカッとね開いて、
頭出して、でまたこれを閉じると、はい、これでスタースクリームロボットモードになります。はい、こんな感じになっております。いや、これ顔がね、もうめちゃくちゃにかっこいいんですよ。ほら、顔がめちゃくちゃかっこいい。これ見えるかな、小さいんですけど、目もちょっとこう紫みたいな色で塗られてます。はい、ちょっと見えないですね、はい、こんな感じになっております。で、この武器ですね、はい、こうやって持たせることができます。当時品の変形とはね、あまり変えずにこう再現してるのかなと思いますね。で、このフォースチップね、ついてるので最高ですよね。やっぱりギャラクシーフォースにはこのフォースチップをね、つけてもらわないとね。はい、で、ここにイグニッションすることがね、できます。まあ、なんもギミックは起きないんですけれども、はい。で、こっからプシュッてこうやってね、はい、チューッてこうやって出すことができます。若干まあ短いかなっていう気もしますけれども、まあね、ちゃんとこの紫のクリアパーツ使ってくれてるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいですよね。まあ、若干細いかなっていう気はしますよね、このギャラクシーフォースのスタースクリームにしては。うん、もうちょっとごつくてもいいかなっていう気もしますけれどもね。はい、まあ、その分この腰の可動がね、こう加わってたりとか、ここ機種をも一緒に回るので、ね、これ当時はなかった可動なんで、こういうね、はい、当時なかった可動も活かすことができるっていう、はい、めちゃくちゃかっこいいね、はい、スタースクリームになってるんじゃないかなと思います。いや、ほら、めちゃくちゃかっこいい、はい、まあ、こんな感じです。はい、まあ、そして、あ、そうだ、これをね、この銃の後ろにこうやって取り付けることもできます。こんな感じで、これもいいですよね。はい、こんな感じです。はい、じゃあ最後こちらサンドストームいきましょう。サンドストームね、本当にすごい、うん、変形大変なんですけどすごいです。ほら、このカゴがついてて、これをね、ここにこうやって取り付けて、こうぶら下げることができます。これ面白いですよね。はい、で、ここをくるくる回してあげることで、これをね、巻き取るっていう、はい、ことができます。はい、じゃあ、このヘリからバギーにね、ちょっと変形させていきましょう。まずはこの上のプロペラを畳みます。で、ここですね、ここパカッと開いて、で、これを、はい、こうやって、このプロペラの逃がし方がまたね、おもろいんですよね。あ、こうだ、こっちに向けて、で、こうですね、はい、で、はい、こうなって、で、これをプロペラをまとめたまま、ここに隙間にパチッとはめます。めちゃくちゃ気持ちいい、はい、で、縮める、で、ここでロック、はい、気持ちいいですね。はい、で、ここの腕ですね、これ腕のロック外してあげて、で、タイヤがこう降りてきます。で、この下にこうやって下ろしてあげて、で、ここでこのさっきのこの檻、これをここにパチッとこう取り付けて、あ、逆だ、はい、こっち側ですね、こうやって取り付けてあげて、で、ここの部分で挟んで固定してあげると、はい、で、そしたらこのタイヤのここですね、横、これをパチッと固定してあげます。反対側もパチッと固定してあげて、これをこう畳みます。で、こうなると、で、はい、あ、これね、これさっきのヘリの状態でこう3ミリ穴でこうスタンドできる穴ですね、これをこう隠して、で、これを、はい、この上か、これをパカッと開いて、で、この体の部分がこんな感じで、ここにね、足の膝のこの穴があるんですけど、そこにちょうどはまります。これが、はい、こうやってはまります。で、そうだ、この部分をくるっと上に持ってってあげて、で、ここもですね、このさっきのヘリのフロントの部分を回転させて、
てここにくっつける。はい、反対側もこれを回転させて、まあ、トリプルチェンジャーなんでね、結構変形難しくはあるんですけれども、しっかり変形するんで。でこれですね、頭をこうここからくるっと出してあげて、でこの中に入れます。はい、でこう隠すと。でそしたらこの腕の部分、このオレンジの突起をここの穴に固定します。はい、反対側もこうやって固定してあげます。はい、こうですね。でそしたらさっきのこの檻のパーツですね、これをここにこうくっつけてあげて、でこの檻を上からこうかぶせてあげて、でこう武器を取り付けて、はい、こうですね、取り付けて、でここパカッと開いてあげれば、これでバギーになります。すごいよねこの変形は。はい、あ、これあれだ、このタイヤのこのあれだ、根元の向きが逆でしたね。はい、これで正しいはず。はい、こうですね。はい、でこうやってコロコロね走らせることができます。ここで一つ、このタイヤは軟質パーツになっております。ゴムですね。はい、ゴムパーツになっております。これがちょっとね、皆さん的には懸念点かもしれません。結構このゴムタイヤって劣化して割れたりするので、ちょっとねそこが懸念点かもしれませんよと。ただほんとめちゃくちゃ綺麗にまとまってるんですよね。はい、こんな感じ でこの檻もいいですよね。ほんとこのバギーの見た目としても完璧だと思います。はい、それではロボットモードへの変形やっていきましょう。これ一旦全部外します。はい、ここも外しましょう。で、さっきの檻ですね、はい、を作ると。はい、こうやって作ってあげて、はい、檻完成で、これ変形させていきましょう。まずこの腕のロックを外してあげて、で足も両サイド割って伸ばします。はい、でつま先とかかとを出します。反対側もつま先とかかと出す。で足はこの状態で、はい、横に持ってってあげると。はい、こんな感じです。で次ですね、はい、ここの腕開くと、はい、拳出てくるので、でまた閉じる。はい、反対側もこうパカッと開いて拳を出して、でまた閉じる。はい、でここですね、はい、頭出して、でこれちょっとね斜め、この真ん中のやつ斜めになります。この灰色の部分斜めにして、でここの突起ですね、この穴にちょうどパチッとねはまる位置があるので、はい、でここ閉じてあげて、はい、でこのようにして武器を持たせてあげれば、これでサンドストームロボットモードになります。すごいよ本当にこのトリプルチェンジャーはね。やっぱこう見ると当時の当時玩具のねサンドストームの変形 を残しつつ、もううまいことプロポーションとかもアレンジして、まあ、変形もちょっと難しくなってるんですけどっていうね、本当当時めちゃくちゃリスペクトの変形だなっていうのが分かりますよね。このまあ見た目もそうなんですけどね、このマスクの顔とか、うん、この胸のデザインとかもそうなんですけど、もうめちゃくちゃ当時玩具っぽいね、見た目のままこうめっちゃブラッシュアップされてるなっていう雰囲気があります。でこのカゴもねこうやって手に持たせることができるっていう、はい、素晴らしいですね。はい、で、まあ、一応、まあ、比較になるか分かんないですけど、ジェネレーションズのサンドストーンと比べるとこんな感じになってますね。めちゃくちゃイケメンなんだよね、ジェネレーションズのサンドストーン。もう別人ですよ。
めちゃくちゃアレンジ効いてるんでね。いやでも僕はめちゃくちゃ好きなサンドストームなんでね、うん、このスプリンガーのリデコなんでね、これは。なので、はい、こんな感じになってます。めっちゃかっこいい。はい、まあ、こっちもこっちでね、ほんと当時のおもちゃとかね、あのアニメみたいな雰囲気があってね、いいですよね。これ来たらね、やっぱオクトーンとかね、出してほしいなって思いますよね。レジェンズ以来出てないんじゃないかな、オクトーンは。はい、まあ、ということで今回この4体ね、あの一気にレビューしてみましたけれども、いかがだったでしょうか。本当にレガシーは素晴らしい、どれも。変形デザイン、全てにおいて本当に素晴らしいと思いますので、皆さん何か気になったものね、あったら、ぜひ購入してみてください。日本での発売はまだですのでね、この動画を見て、ちょっと日本発売に備えていただくっていう形になります。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思ったから、ぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなど、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。